連邦は海洋生徒に3の軌道共鳴をしている太陽系外縁天体であり外縁天体では初めて確認された三重小惑星であるアメリカ合衆国アリゾナ州のキットピーク国立天文台で1999年10月にルイス・グレゴリー・シュトローガーがローゼット超新星創作プログラムで撮影した画像をエリック・ピール・ビンシュタインが調べている時に発見された 2002年9月に小惑星番号47,171として登録された。2001年12月8日に、チャドウィックとリヒージョとマイケル・イ・ブラウンが、ハップル宇宙望遠鏡で撮影した画像から衛星が発見され、S-2011 という仮符号が与えられた。主星の直径が約 400km と推定されていたのに対し、 衛星の推定直径は約 140km と比較的大きかった。2017年にパハと名付けられた。2005年に主星自体が近接した2個の天体からなる二重小惑星である可能性が指摘され2007年と2009年の HST による観測で確認された。小惑星の衛星の命名規則によれば中央の2個のうち小さい方は S。 2009-1などとなるはずだが、観測チームは2個を、それぞれ A1 と A2、外側の1個を B と呼んでいる。全体の質量は 1018kg、B 単独での質量は 0.746018kg と推定されている。2017年に A1 と A2 は連邦と比し名付けられた。2個以上の衛星を持つ、 外縁天体には純惑星の冥王星とハウメアが、あるが、冥王星の第一衛星、カロン以外の衛星の直径はいずれも、主星の6分の1以下しかなく、これほど大きさの近い3個の天体からなる系が見つかったのは、初めてである。スピッツァー宇宙望遠鏡と HST で行われた観測ではこの系の密度は、非常に小さく、氷が緩く積み重なっているか、 あるいは岩石でできた密度の大きい核の周りを多項性の殻が取り巻いていると考えられる。冥王星を含む複数の外縁天体の探査を目的とした宇宙探査機ニューホライゾンズが2006年に打ち上げられる前、計画主任のアランスターンはバックアップ用の二号機を作る必要性を主張し、その探査目標の候補として 1999TC36 を挙げたことがある。 連邦は、フィンランドの女カレ彼原に登場する魔物で、相棒のヒーシッパ派と共に、英雄、ワイナミョイネンを倒す話が伝えられている。ありがとうございます。